見てんだよ。覚悟しろ。かかってきやがれ。俺の番だ。回復だ。よし、やるぜ。来やがれ。ガツンと行くぜ。受けてみな。何見てんだよ。覚悟しろ。さっさと始めようぜ。俺の番だ。ガツンと行くぜ。受けてみな。向かうところ敵なしだな。てめえ後悔するな。かかってきやがれ。よし、やるっぽい。俺の番だ。これでせよし、やるぜ。ガツンと行くぜ。受けてみな。なお近くにいんじゃん。ちょっと全然今来たとこです。もうなんで敬語なのよ。それにしても今日は随分おめかししてるじゃない。あ、これみんなに見繕ってもらってよ。変だったか。ううん、いいと思うよ。さあどこ行く。おう、まずは
ごめんなさい。また来てくださいね。ああ、ま、あ、そ、お、あ、え、そんなの。あのよ、さっちゃん。ん？こ、ん？は？たったか？そういや、どうしたの？急に。いや、あ、いや、お、ま、今。どあたっお、じゃあ。恥ずかし、聞こえて。ごめん。え？うち、おち、こ、え、え？いやあ、案外きゅ、やっぱ。どうしたんだ。向こうから歩いてくる男の人いるでしょ。あの3人組か。先頭を歩いてる人、田中って言うんだけど、以前私の指名客だった。さっちゃんのキャバクラの。うん、ほ、だ、だ、え、きっと、う、の、こ、ちこ、か、あんたがサエコさんのか、ど、ぼ、あ、む、じ、さ、わ、ん、さ、そんな。敗北を認めて、今後は私に付きまとわないでくれる？はあ、約束するよ。はあ、くさばれ！いつでも行けるよ。ずっと行くぜ。受けてみな。下がってこいよ。ガツンと行くぜ。なめんなよ。私の番。何しやがんだ。ゴミ。すまねえけど。悪い、自販機見つかんなくてよ。
ありがとう。最初どうなるかと思ったけど、楽しかった。ありがとうね、一番。そうか。そりゃよかった。一番？あのよ、俺は元ヤクザだし、足洗った今も貧乏暮らしで毎日ピーピーしてる。ちょっと、いきなり何？バカで勉強なんてできた試しがねえし、沢城の頭にはずっと間抜け間抜け言われてた。でもよ、今はなんとか定職にもつけて、仕事は真面目にやってるつもりだ。職場の評判も悪かねえと思ってる。体はとにかく丈夫な方だし、そりゃ桐生さんとかとは比べようもねえけど、まあ腕っぷしも弱かねえとは思う。酒もタバコもやりすぎることはねえ。ギャンブルもまあやらねえとは言わねえが、たしなむ程度なもんだ。こんな大して取り柄のねえ俺だけどよ、サッタンのことは俺が命に変えても幸せにしてみせる。だからよ、サッチャン、俺と結婚してください。一番、邪魔すんじゃねえよ。さっさと始めようぜ。よし、やるぜ。ガツンと行くぜ。おるし、ふん、うわやっと終わり。俺の番だ。受けてみな。ガツンと行くぜ。
敵なしだな。コツつかめたんじゃねえか。え？謝るって何が？俺、全然さっちゃんがどう思うかなんて、まず、それに決して…なーに？そんなことでわざわざ謝りに来た…だわ、でも…あなた、たくし、そ、ま…よし、今日も仕事頑張るか。おはようございます。あおはよう。ええ、契約、なんなら給料アップを申請しようと思ってたのに、昨日市役所から更新 NG って連絡が来てさ。あの、俺の働き方で何かまずいとこがあったんですか？あ、いや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 、春日君は本当によくやってくれてるよ。だけど市の財政がいよいよ厳しいらしくてね、どうしても派遣の人から切っていくしかないみたいでさ。そうな、わかりました。今までこんな俺を雇ってくれてありがとうございました。今月いっぱいってとこすかね。カズが一番最後の一日まで全力で働かせてもらいます。あ、いや、出勤はその今日で最後にしてもらいたいんだ。有給の消化ってことすか？確かに取ってないですけど、さすがにそんなに残ってないですよ。ああ、それは大丈夫、足りない分も特別に有給って形で処理してくれるってすごい。そんな悪いっすよ、わざわざ特別扱いなんてしていただかなくても俺全然働きますから。とりあえず、わかりま、あら、あの、そう、ありがとうございます。あの、すんませんでした。あの、ありがとうございます。
かりしろよ。別に元に戻るだけじゃねえか。おい、あれだよな。はい。お前。ボコられる覚悟はできてきて。俺の番だ。驚いた。強いな、あんた。ありゃただもんじゃねえな。タタラチャンネルでは引き続き綿密な取材のもと世にはびこる。なんてこった。一体全体どうなってやがる。俺も春日と同じような感じだった。
エロじゃ見てんじゃねえよ。あんたが春日さんか？浜の駆け込み寺の。いや、いや、それが俺は見ての通りヤクザ上がりでよ、嫁とガキが二人、上は来年小学校だ。俺のせいで散々苦労させちまったけど、せめてガキには真っ当な暮らしをさせて。あんた頼む。俺よろしくお願いします。それに君もこんなところにいたって決まったことは変わらないからね。何喧嘩してたわけ？式次第でやめてくれるかな、そういうの。すみません、もう行きますって。佐々木どこ行くか事情説明しねえとな。いらっしゃい。ありがとうございました。結構ポイント溜まってんじゃん。どうも。急にあスパンカツだいいさ。
やってやろうじゃん。さっさと始めようぜ。おい、は俺の番だ。ほら、どう頑張りますか。おい、お、おう、足が軽いぜ。あの、いえ、体を温めとかねえとな。またこうやってみんなで立ち上がる日が来るとはな。最強のパーティー再びだな。その最強パーティーの中身は全員無職のおっさんだけどな。細かいことはいいんだよ。俺にとっちゃ頼もしい仲間さ。それに無職だろうが心は勇者だ。胸張っていこうぜ。お前のそういう根拠ゼロでも前向きなところマジで尊敬するぜ。そんなに褒めるなって。別に褒めてねえよ。おめえらといるとほんと退屈しねえぜ。じゃあ決まっていこうぜ、勇者よ。おう、いらっしゃいませ。ありがとうございました。バッチグーよ。
なあ、うないアナだよな。すげ。ちょっと待った。急い。あの人。おい。いや。そのんだ。あれ。この手でひねり倒し。勝ち行こうぜ。頑張りますか。よし、やるぜ。なんなんだよこのおっさん。まだやるか。やりません。すいませんでした。しょうもねえ連中で。大丈夫かい。はい、ありがとうございます。本当に助かりました。あんたアナウンサーなのか。はい、私。俺はしかしこの辺は。はい。え？そうか。ん？え？いいや。の下に穴が見えるだろう。あれが入り口だ。こんなドブ川いつまでも泳いでらんねえ。早く行こうぜ。もう限界だ。これ以上は泳げねえ。あの辺りから上がれそうだぜ。もう一踏ん張りで。ナンバー。本当にこんな下水道が清流会に通じてんのかよ。ああ間違いねえ。ただ怪しい連中が住み着いてるって噂もある。用心しろよ。気合い入れてこぜ。
大人の渋みが出てきたぜ。体を温めとかねえとな。キャハ、見つけたぞ。てめえの悲鳴を聞くのが楽しみだ。頑張りますか。よいしょ。じゃねえか。一杯やりたい気分だぜ。人生これ成長ってな。いけるじゃん。謝罪するまでぶち殺すぜ。出番が来たな。せい。熱くてたまらん。俺の番だ。ガツンと行くぜ。元通りだ。
か。思い通りにはいかない。きてほしいな、クソ。ほら、来いよ。さて。かかってこいよ。
どこにいるよ。コツつかめたんじゃねえか。俺もまだ若いね。大人の渋みが出てきたぜ。心も体もバッチグーよ。